神社の泉、神門。家に家紋があるように、神社にも神門があります。家紋が庶民の間にも広まったのは、神社信仰の影響だとも言われています。神門を見て、自分の家にも門が欲しいと思い、神門を拝借したり、神門を参考に新しく作りました。神門には、ご神体に関わりのあるもの、伝説に基づいて図案化したもの、その神社の神職を務める鮭の門などがあります。神門は平安時代末期から使われ始め、鎌倉時代には多くの神社で用いられるようになりました。誕生した神社や同じ系統の神社などの場合、同種の神門を複数の神社で用いることができました。誕生とは、ご祭神の分霊を別の場所に移して祀ることです。お稲荷さんと親しまれている稲荷神社は、比較的どこでもよく見られますが、伏見稲荷大社から勧請されたものです。主な神門、巴門、宇佐神宮、十六菊門、明治神宮、五七切門、大神神社、あがり富士門、磯の神神宮、桜門、平安神宮、徳川葵門、日光東照宮、二葉葵門、加茂三親神社、影花菱、住吉大社、木工門、八坂神社、梅門、太宰府天満宮。巴門は渦巻きを表す意匠。神社の紋章の代表格が巴門です。巴門は八幡宮などの神門であり、武士が各地で八幡宮を勧請したために全国に広まったとされています。巴門の由来は様々ありますが、有力なのが流水を意味する説です。また、巴門が稲光の変形とも考えられ、神霊を表す神のシンボルとされます。菊門は皇室のシンボル。菊門は天皇家の紋章としてよく知られていますが、これを神門に用いている神社も多いです。明治時代以前はごく限られた神社だけが使用していましたが、近代社格制度が定められて菊門の使用が認められると、これを神門とする神社が急速に増えました。梅鉢は松竹と並ぶ吉祥の象徴。天満宮の神門が梅鉢であるのは、祀られている菅原道真が生前梅を愛し、京を去る時に詠んだ歌にちなんでいます。こち深場、匂い起こせよ梅の花、主なしとて春な忘れそ。
花弁を円形にかたどったものを梅鉢紋といい、梅紋より種類が多いです。切り紋は高貴さのシンボル。豊臣秀吉の家紋である切り紋も天皇家が古くから使用していました。天皇家からこの紋を授与された秀吉は、皇室の権威を利用しようと全国の神社に切り紋を授けたために広まりました。青い紋はハート型の葉が特徴。徳川家の家紋として有名な青い紋はもともと京都の上賀茂下鴨神社の神紋でした。徳川家康が継いだ松平氏は、三河の国松平村が賀茂郡だったため、家康は青い紋を採用しました。上賀茂下鴨神社のように有力な神社は、各地に神社の領地を持っていて、賀茂郡もその中の一つでした。徳川氏が青い紋を双葉葵から三つ葉葵に変形させたため、徳川家の権威にあやかり、徳川と縁のある神社が盛んに青い紋を用いました。家紋から神紋。祀られている人物が使っていた家紋が神紋になることがあります。武田信玄を祀る武田神社は、武田家の家紋である武田菱。上杉謙信を祀る上杉神社は、上杉家の家紋である上杉笹。武田信玄と上杉謙信は戦国時代に北信濃の支配権をめぐり、川中島で5回の合戦を行いました。